バスのタコールシェイク90。店長、こういうのどうなん？タコール。はいはい。こんなんでいいの？こんな。タコール釣れんのかな？まあとりあえずやってみるか。俺も来た。いやシステマ。タコの引きいいなこれ。あバレた。エイトトラップ。いやいや、何でもしてない、バラしてないよ、大丈夫。貴重な一杯タコーレダブルでメグちゃんが拾い直してくれ。あ面白いね、当たりっつうかさ、ズーン。うん、面白い面白い。重いのが分かれば、うん、楽しい。今のはね、完全になんか当たり捉えて、おー始まった始まったって感じだった。めぐちゃんは違う？お、来たんじゃね？来たよ、あるよ、あるよ、あるよ。おー、でかい。はいよ。重いのほかぬるぬるになるな。襲われた、メグタスがモンスターに襲われてますが、何か本気で本気の逃げだよ。ムヒーってなって、ムヒーってムヒーってなってる。じゃあ遊んでないで早く釣りしましょうよ。遊んでないで、もう早く。閉めろ閉めろ。はい、大変よくできました。これダブルでつけてんだ。なんか目立つ方がいいみたいな、シータかな、ダブルつけてみた。恐ろしい仕掛けになってますからね。金玉みたいにしたから2個重りも2つ仕様ですよ。完璧です。はい、じゃあでかいの狙っていきましょう。タコーレタコーレ、ごめん、タラに流してる。当たり分かった今の。すげえ。タコールダブルマジいいな。中島船長腕いいね。ちょっと舐めてましたわ。船はボロいけどトークはもう。トークスキルもね。いや場所もバッチリですよ。メガバスのタコーレで来ましたよ。だね、はい、こんなね面白いやつでね釣れちゃうんですよ。じゃあ引き続き頑張ります。イエーイタコーレイ。タコーレイタコーレイタコーレいっちゃいます。よーし、
やった。はい、というわけで帰ってきました。これね、メガバスのタコーレシェイク90っていうルアーエギ、タコエギ、なん、ルアーなのかな、なんというか、まあタコを狙うためのルアーっていう感じですかね。こういった面白いものが出ていて、チャラチャラチャラーなんていう風になってますけども、先日行ったタコ釣りでちょっとね、メガバスのタコーレシェイク手に入ったからね、これでタコ釣りたいなーなんて思っていたんですけども、本当に釣れんのかいなって、初めてのねタコ釣り挑戦だったんで、半信半疑で投げ出したらね、まあね、よく釣れてくれることっていうことで、まあ人気なのも頷けたんですけども、これにねナス型の重りとかをつけてこう沈めて、でこう誘ってやって、そうするとタコが抱きつくっていうことなんですけども、メグタスがねこれ釣り具屋さんで2個ぐらい買ってきて、動画の方でもやってましたけどね、タコーレシェイクの2個漬け、お贅沢なことしてんなーなんて思いましたけども、それでもねよく釣っていたし、自分はね1個これね、で持ってなくて、そしたらねメグタスのお知り合いの方が家族で来られていて、で、あ、いいないいななんてね動画撮りながらね、あ、タコーレシェイクこれ買えなかったんだよなんて言ってね騒いでいたら、あ、釣り子さんですよね、これよかったら1個使ってくださいって、なんてナイスガイなんだって、そんなことってあるって思ったんですけど、なんか動画やっててよかったなとか思いましたけど、これね、そんで1個譲っていただいたんですよね。そんで使ってみたら、まあよくね活躍してくれたなっていうことで、でお返しにちゃんとよくわかんないんだけど、とりあえずタコエギいっぱい船乗る前買ってったら、これもしよかったら息子さんにって言ってね、タコエギをプレゼントしたんですけども、というわけで、まあ仮パクじゃないですが、一応ちゃんといただいたということだったと、まあね、タコーレシェイク自分もデビューすることができました。何にしてもね、今年東京湾がね、ほんとねタコの当たり年みたいですね。なんか20年ぶりだなんてね、よく聞きますけども、ほんと通常だと1日まあ半日ぐらいですかね、やって0から3杯とかね、そんな感じの釣果の釣り物っていうことなんですけども、何にしても今年はもうねタコがもうめちゃくちゃ湧いてるっていうことで、この日もねメグタスはこの後もねボコボコ釣って、でいろんなね面白い組み合わせとかね釣り方で釣ってたんで、それはもう総集編的にねまたねまとめて長くなっちゃうんで出そうと思うんですけども、こちらね今回はね特にねメガバスのタコーレシェイク、自分は結構これにこだわってエギとかも使ったんですけども、まあいろいろジョイプロで釣ってみたりとかやってみたんですが、まあ何にしてもこれすごい反応が良かったんで、一つの動画にまとめてみました。またね売っていたら、これの結構チャートみたいな色が効いたりとか、その日によって若干そのヒットカラーなんていうのも変わるみたいなんで、そんなに高いものではないので、店頭に並んでるの見かけたらね、もういくつか次のねタコチャンスに備えて手に入れておきたいななんていう風に感じました。というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、メガバスのねメガバスタコもやってるんですねびっくりしたんだけども、タコーレシェイク90、これで、両型のタコが釣れて、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。